前回、刑務所生活9日目を迎えた、霊夢とマリサ、自由時間に先日手に入れた鍵を使って、水流操作をする。これにより刑務作業棟と施設管理棟が繋がった。その後、食事の時間には、霊夢の奇妙な物語を聞かされた。そして刑務作業では自由時間にした、操作を確認する。すると前は通れなかった道が通れるようになっていた。その先には施設管理室があったが、何やら暗証番号が必要なようだ。3桁の暗証番号を見つけるべく、二人は再び探索を再開することとなる。そんなこんなで始まる10日目、霊夢とマリサは無事、この刑務所から脱獄することができるのか。父さん、ここは父さん、ということで10日目です。何がということなのか説明してくれるか？いや、これ義務教育で習う範囲なんだけど、なんでマリサ知らないの？こんなの習うわけないだろ。これだから下流階級の人は、なんか急に見下されたんだが、まあそんなのはどうでもいいんですよ。今日はどうするかって話です。昨日は刑務作業棟と施設管理棟をつなげたんだよな。でも施設管理室に入るには3桁の番号が必要なんだよ。まずはそれを見つけないと。にしてもどこにあるのかも見当がつかないな。そうなんだよね。まあ適当に探索とかしていけばいつか見つかるだろ。こっちには時間がないんだよ。あの監視処刑までの日数とか言わないから忘れてたけど、あと30日後くらいには処刑されちゃうんだよ。ああ、そうか、頑張ってくれ。マリサも処刑されるんだよ。マジかよ、どうするんだよ。取り学べパスる？やばい、マリサが壊れた。てかさ、今思ったんだが、刑務作業の地下でオオカマに水を入れたじゃん。そうだね。でさ、この棒にもオオカマあるじゃん。ああ、確かに。だからここのオオカマに水を入れたら何かあるんじゃないか？それはあるかも。ちょっとやってみるね。は？お前瓶持ってるのか？刑務作業のところからもらってきた。おい、それ大丈夫なのかよ。さすがにツルハシとかだったらダメだけど、瓶だったら大丈夫だよ。でもさすがにあの看守でも気づくんじゃ。あのバカ看守なら大丈夫か？なんだよ、うるさいな。オオカマだよ、オオカマが。落ち着けって、何があったんだ。いや、マリサがオオカマに水入れてみてって言ったじゃん。そして入れてみたらさ、トイレから移動できるようになった。マジかよ、やっぱりオオカマは何かあるのか。この刑務所のオオカマは重要かもしれないね。で、どこに繋がったんだ。行ったことのあるところだったよ。後でマリサの棒も開けようか。そうしよう。おいお前ら、朝だぞ、起きろー。朝からうるさいわ。監視さんなんでそんなにハイテンションなんですか？特に理由なんてないぞ。理由ないのにハイテンションなの怖いんだけど。まあそういう日もあるよな。ってことで監視さん、給料はまだですか？しょうがないな、少し待ってろ。やったー。よし、今日の給料だ、取ってこーい。うわー、金だははははは。イエーイ。監視霊夢が壊れました。こいつはもう手遅れだな。今までありがとう。あれ、私お亡くなりになるのかな？それじゃあ自由時間だ、早く中に入れ。おいお前ら取るんじゃない。よっしゃー、よし、ナイスだ霊夢。ははは、今までこの刑務所で散々バカにしてくれましたね。今こそその借り。うるさい、早く返せ。あ、叩いちゃいましたねー。こっちには武器があるのに。ふん、もう逃げちゃうもん。おい待て、勝手に移動するな。よし、マリサパス。うおー、やったー。クソ取れなかったか。ははは、監視さん、まずはどうしてくれましょうかねー。とりあえず給料1年分持ってきてもらえますか？え、そっちがその気ならやってやるぞ。あ、いや違うんですよ、あの返しますから。まったく、今後はこういう行動はしないように、何か罰を与えることも考えておく。そんな、当然だろ。まあ今すぐにってわけじゃないから安心しろ。私、マリサに脅されて。は？何言ってるんだよ。本当は、こんなことやりたくなかったのに。なんだ？バナナがやれと命令したってことか？いやいや、してないですよ。マリサが命令しました。そうか。で、そんな嘘信じるわけないだろ。ダメだったかー。まあてことで自由時間を過ごしていてくれ。また終わりの頃になったら戻ってくるからな。おい、なんで私になすりつけようとするんだよ。いや、考えてみな。この刑務所でまだ懲罰棒というものを見たことがないんだよ。まあそうだな。ここで一回一人が罪を背負えば懲罰棒に行けたかもしれないんだよ。それで懲罰棒の探索をするってことか。そういうことだよ。まあ今回はダメだったけどね。お前意外と考えてるんだな。すごいでしょ。で、今はどこに向かってるんだ？あ、そうそう、棒のオオカマに水入れたらトイレから道ができたって言ったでしょ。なんか行ったことのあるところに繋がったって言ってたな。だからちょっとマリサにも教えてあげようと思って。そういうことか。それじゃあ早く向かうぞ。レッツラゴー。ということでここです。確かにここに来たことあるよな。何もないなーって引き戻したところだね。で、ここだよ。あれ？こんなところ水流れてたか？ここが棒のトイレと繋がってるんだよ。あ、そういうことか。だからこれで棒と広場が繋がったってことになるね。おう、動ける幅がさらに広まったな。ここに来たついでにマリサの棒も開けちゃおうか。せっかくだし他の棒も開けておいても良さそうだな。でもまさかの発見だったね。棒のオオカマも何かからくりがあったとはな。で、マリサ見てよ。お、私の棒も道ができるのか。ここのオオカマに水を入れるじゃん。ほら聞こえた？ガシャって言ったな。これでなんとマリサのところも繋がるのですよ。おお、これで棒からも移動ができるな。まああんまり移動する機会ないけどね。それもそうだが、それじゃあ他の棒のところもやっちゃおうぜ。あ、そうしますか。よし、全部繋げることができたね。それじゃあ広場に戻るか。そうしましょう。
お日様パッパか海星レースはびっくりしたー。なんだよ。いや馬に乗ろうと思って近づいたら看守が出てきてびっくりしたんですよ。いやこっちだってびっくりしたわ。私はちょっと腰が抜けただけでびっくりはしてないですからね。それはびっくりしてるんだわ。これがびっくり、びっくりっていう感情を初めて知った人かな。これがびっくりか、すごいね。びっくりの感情を知って感動してるんだけどこいつ。まあそんな原始人みたいな会話はもうやめて、食事の時間だぞ。原始人みたいな会話って何？簡単に言うとお前らだな。もしかして私たち原始人って思われてる？なんだ違うのか。全然違います。なんだ歴史的発見だと思ってたんだけどな。もしかして監守が私たちを刑務所に閉じ込めてる理由って、天然記念物だから外敵に襲われないように。こいつら冗談通じないのか。鮭取り物語。え、何それ。なんかこういうの教科書に載ってなかったか。少なくとも鮭取り物語なんてものは知らないね。あ、竹取り物語か。似てるよな、名前も内容も。そもそも鮭取り物語って何。川で鮭を取ってさばいたらな、中に人がいたんだ。何それ気持ち悪い。桃太郎だって桃から生まれてるだろ。鮭太郎だけの獣にするな。ねえなんか怒ってるよこの人。うん、鮭太郎って何さ。鮭から生まれた女の子だよ。女の子なのに太郎？やっぱり鮭だからな。うん、意味がわからない。てかいつまでこの話続けるんだ。マリサが始めたんだけどね。でもこの時間って特にやることがないんだよな。まあ私はとりあえず厨房の大釜を見てるけどね。でも厨房の大釜ってもう水入ってるよな。そうなんだよね。だから厨房の大釜は特に何もなさそうです。となるとこの時間はやっぱり暇になるな。そうだね。まあ監守が来るまでカビ取り物語の話でも聞かせてやるよ。清掃業者の話かな。昔あるところに。聞きたくなーい。はい、お前ら、え、なんすかそれ。お、気づいたのか、さすがだな。え、何か違ったの？あ、いつもはな、おいお前らだったが、今のは、あいお前ら、だったんだ、わかるか？いや、わかりづらいっすよ、それ。バナナは気づいたがな。いや、ほんとにすごいよ、それ。自分でもすごいと思ってる。まあいい、ってことで次は刑務作業だ。作業場に行くぞ。了解しました。はい、てことで刑務作業だ。おい、私のセリフを奪うなよ。監視さん、もたもたしてると私が監視になっちゃいますよ。おい、バナナ、マリサです。あいつは何を言ってるんだ。なんか大変そうなのでこれあげます。じゃあ私も。なんでお前が同情してるんだよ。いや、やっぱり思いやりの気持ちって大事じゃないですか。じゃあ思いやりでお前の日数を10日くらい減らしてやるか。それ思いやりじゃないです。ってことで今日の刑務作業は鉱石採掘だ。これ疲れるから嫌なんですよね。まあ疲れると思うが、しっかりと働くように。あ、うおー、取ったれー。ってこれなんですか？私の出身地にある本だ。なんだつまんない。なら返しますよ。あ、助かる。ってことで刑務作業頑張ってくれ。喉が渇いたらそこのコンビニから買ってくれな。だって高いんですもん。そりゃ桑水の天然水だからな。桑水、どうしたバナナ。あ、いや特に何も。桑水が気になるか？いや別にこっちの問題なので。まあいい、それじゃあ、また終わりの頃になったら戻ってくるからな。了解しました。なあ霊夢よ、お前最近変な夢とか見ないか？最近はホイコーローと一緒に回る夢見たよ。それはそれで変な夢だな。いやちょっと聞きたいんだけどさ、お前ブレンホイッツって言葉に聞き覚えないか？ブレンホイッツ、なんか美味しそうだね。そうか、本当に知らないのか？いや、実はちょっと聞き覚えがあるようなないような。行ったことあったりするか？何？場所の名前なの？いや、私もよくわからないんだよな。でもなんか懐かしい感じはするよね。まあいいや。で、この時間はどうするか？施設管理室に向かっても、暗証番号がわからないんだよね。そうなんだよ。そういえばさ、自由広場の地下に1個だけ丸石になってるところがあるんだよ。そういえば前になんか見たな。水路の奥のところだろ？そう、そこがちょっと怪しかったりしないかな。暗証番号を知れるかどうかはわからんが、とにかく怪しくはあるな。でさ、明日給料もらったらさ、木のつるはしを交換できるじゃん。そしたらちょっと壊してみようよ。そうだな、これで明日の目標も決まったな。そうだね、それじゃあこの時間は適当に過ごしていきますか。そうしよう。おいお前ら、終了だ。うわぁ、誰だお前。はぁ、私だよ。ちょっとイメチェンしてみたんだ。私だよって何？こんな人知らない。なんだお前ら。あれ？もしかして、監守？そうだわ。うわぁ、全然気づかなかった。なんかダイヤじゃないと気づかないっすよ。お前ら服装で私を判断してるのか？なんかその服に合わないのでやめた方がいいですよ。そうなのか。あーほら監視さん下向いちゃったじゃん。落ち込んじゃったぞ。私のお気に入りの服だったのに。ほらお気に入りだったらしいぞ。まあいい、それじゃあ棒に戻るぞ。それじゃあ今日はこれまで。また明日もあるから休んでください。おい監視ずっと落ち込んでるぞ。やばい、明日慰めてあげないと。ってことで10日目も終わったね。明日は広場の地下の怪しいところを見てみるって感じだな。何かあるといいんだけど。それじゃあ明日のために今日はもう寝るか。そうしましょう。それじゃあおやすみ。あー、おやすみ。よし、私は中に入れたよ。私も今中に入るぞ。よし、ここなら安心かもね。てか壁紙あるじゃん、どこか通れないのかな。やっぱり、あー。うわー。なんで監視いるの？これ透明化した方がいい？でも逆見てたからバレてないか？もしかしたら今の声でバレてたり。うわー。あ、これ終わったかも。いやまだ、私たちには透明化がある。おいお前らなぜここにいる？ってあれ？どこに行きやがった？まずいまずい、ひとまず逃げなくちゃ。何か声がすると思ったらお前ら脱走してやがったな。おいどこに行きやがった？出てくるんだ。うん、何か切ったぞ。